アルテマイン橋は、ドイツ・バイエルン州のビュルツブルグにある橋である。旧マイン橋とも表記される。マイン川に架橋されている石像のアーチ橋である。マイン川佐賀にあるマリエンベルク要塞と右岸に、広がる旧市街と結んでいる。橋の長さは185メートルである。橋の幅は7.08メートルから7.92メートルである。 現在は自転車及び歩行者用の橋として使用される。1120年頃にロマネスク様式の石像の旧橋が建設された。この橋の掛け替えとして1473年から1543年にかけて建設されたのが現在のアルテマイン橋である。改修や修復工事が長い年月をかけて行われ1703年に すべてが石で作られた橋として完成した。1720年代の末期、橋の南側に6体の成人の彫像が設置され、およそ10年後、北側に6体の成人の彫像が設置された。1886年までは、マイン側に架かる唯一の橋であった。1990年より自動車での通行が禁止された。彫像は、砂岩で作られている。 肖像は、南側が、東から順に、トトナン、セイキリアン、聖母、マリア、コールマン、ブルカルドゥス、ブルーの、北側が、東から順に、ピピン三世、フリードリヒ、ナザレのヨセフ、ネポムク、カルロボロメを、カール大帝である。上流には、ルードビヒキ教があり、下流には、近い順にフリーデンス橋、ドイツ統合の橋がある。橋の南西には、 マリエンベルク要塞の他に、18世紀に創建された、巡礼教会のケペレ教会などがある。橋の北西には、ドン・ボスコ教会や、ドイツハウス教会などがある。橋の東側には、ビュルツブルグ市庁舎のほかに、ビュルツブルグ大聖堂とその宝物館や、14世紀から15世紀にかけて建造された聖マリア礼拝堂や11世紀に創建されたノイミュンスター教会などがある。 ありがとうございます。